回は、まだ履歴が全くちょっと聞いてみたんですけど、どんな感じなんでしたっけ。ブリーチして黒染めして、はい、色落ちて黒染めしてまたブリーチ2、3回してるのと、はい、その後に黒染めを2、3回かぶせてます。黒染めを何回もやる。黒染めを1回と、あ、じゃあ普通にカラーで黒くした後に黒染めを1回してます、はい、あ、カラーで暗くした、暗いカラーをした後に色が落ち、黒染め落ちてきて、ね、めんどくさくて 黒染めみたいなのしてます。だ、元々は結構この毛先の方は3回ぐらいブリーチがあって、そうですね、この辺は1回か2回か、そうです、どこからそのラインなのかちょっと今わかんないですけど、はい、ということで、モモンガトリートメントを使いながら、一回ちょっとブリーチはもうちょっと怖くて使えないってことなので、ブリーチなしの状態で今日は作っていきたいなと思ってまして、ライトナーを使います。ライトナーはちょっと染料削ってくれる部分もあるので、その染料削るのとモモンガを掛け合わせてトリートメントのライトナーをちょっとして、一回ベース見て、そこからどうしていくかっていうのを生の状態で決めていきたいなというふうに今日は思っております、はい、でカットとかはちょっと後で毛先とかやばそうなんで、ちょっとそこを調節するぐらいです。はい、そうです、お願いします。はい、前髪はどうなんですか。前髪のなんかうまいですね。前髪自分切ってんですか。いや、切ってもらったんですけど、結構まっすぐしたらガタついてるんですよね。うん、なんかうまい具合。あ、本当ですか。はい、じゃあ前髪はとりあえず大丈夫。ちょっとね、揃えるぐらいのことはですかね、はい、はい、今シャンプー台の方で、ライトナー、それからモモンガですね。モモンガは全体量、ライトナーが 1.6% のオキシが2、その全体量に対する 2.5% モモンガを入れております。で、薬剤がこのような感じで、シャンプー台でつけた理由としては、結構ブリーチどんな感じでやってるのかも履歴が全くわからないので、シャンプー台ちょっと臭いんですけど、シャンプー台つけてやばかったら毛先流しちゃおうと思ったんですよ。それが咳だとできないので、途中で毛先がだんだんの色が見えてきたので、ちょっとシャンプー台流しちゃいました、毛先は。で、今この根元の方がどういう状況になっているのかがちょっと全く分からないので、これからもう一回根元の方からちょっときれいにライトナーを塗布して、でベースをちょっと見てみたいと思っています。毛髪内部に入った染料を落とすときって、普通のブリーチのみで考えている方が多いと思うんですけど、いろいろ種類があって、まず酸、まあ、やってすぐだと酸で落ちるんですけど、まあ、時間経ってると酸で落ちません。酸、あとそれから、まあ、もちろんブリーチですよね。あとは、このライトナーも染料を落とすこともできるんで、ライトナーも使えます。ライトナー単品ですね。でライトナーと、まあ、今日はモモンガ入れてトリートメントもしてもらいますけども、あとはいろいろリムーバーみたいなものだったりとか、いろいろ落とすものがあるんですけど、まあ、基本的に実用性があるのはライトナーで、落とすと、もしくは、まあ、ブリーチ剤を薄めてやるっていう感じがいいかなと思います。で、ライトナーなんで根元筋だけちょっと気をつけてもらって、シャンプー台でちょっとつけたんですけど、なるべくウェットでつけて、ウェットでつけてください。で、ブリーチとかライトナーってウェットでつけた方がダメージないんですよ。なのでウェットの状態でつける、そのためにシャンプー台でやったって感じですね。ドライ状態でつけるとダメージになりますので、ウェットでやってください。根元を少し開けた状態で、でこれ水で濡れた状態で塗布すると根元ぼかせるんですよ。なのでドライ状態で塗るとパックになりやすいんですけど、水分が残ってると根元がぼかしやすいので、こういう風に結構曖昧に塗っても根元が綺麗にグラデーションになりやすいです。はい、が特徴があります。なのでウェットの方が結構パワーが強いカラー剤は絶対おすすめです。でたまにモモンガ入れすぎたりするとですね、ライトナーオキシ2倍の状態にモモンガ入れすぎると、なんか2つが反応しちゃって結構ふわーってこう膨れてきちゃうんですよね。そういう場合もあるので、モモンガ 2.5 でやっていただくといいかなと思います。まあ、2.5 でも種類によっては膨らんじゃう場合がございます。スーツケースでキャンプに行くというすごいもうなんかホテル行くかもよ。
初めて見ました。東京かどっから来たのかな。違うんです。ね、やっぱ入れるものあったんですね。多分全然半分は使わないもの入ってると思いますね。いや、全部使いましたよ。まだ、本当ですか。はい、使ったこともないです。じゃあその大きさ必要ってことですか。使ったこともないですよ。全部使った？使いました。あ、じゃあやっぱりね、結構必要だったんですね。同じドライヤーとかね、そういうのも全然ありますし、ね、ドライヤー持ってきてないです。ドライヤーマジいらなくないですか。絶対いらなくないですよ。僕は絶対ドライヤーとか、なんかわかんないけど、いろいろそういう電化製品入ってるんだな。アイロンとか、アイロンは入ってます。アイロンとコテは入ってます。そういうのがたくさん入ってて、その大きさだと思ったんですよ。アイロンとコテは持ってきました。それなんか本入ってるんですか。本も入ってないです、一冊も。絶対いらねえと思う。絶対やばい人だな、来た。全く。確かにブリーチ怖いかもしれないです。毛先結構やばいんで。もう切った方がいいんですかね。別に切っても切んなくてもどっちでもいいんですけど。なんか。いや、でもそんなに無理にそんな短くする必要はないんじゃないですか。長さが、ね、イメージ変えたいときはあれですけどね。ちょっとでも重さを出した方がいいかも、毛先の重さとか。薄いですよね、毛先。はい、薄いです。毛先薄いくて根元が重いです。重くはないけど、いやなんか風呂上がりハグリッドみたいになるんですよね。広がりすぎハグリッドみたいに。ハグリッド、なんでハリーポッターの、わかります。はい、あんな感じで広がっていくんですよね。それはまずい。やばいですよね。最初はブリーチをしようと思ってまして、一回黒染めを取って、それからまあベースを整えてから、ハイトーンにしてから、それから色のっけようと思ったんですけど、今回ライトなんで正解かと思いました。なぜかというと、やっぱもともとブリーチされてるので、ライトなんでちゃんと色が今出てきてくれてるんですよね。で今モモンガでトリートメントをしながら、ちょっと今なってるんで、根元のところはブリーチされてませんから、ここに関してはちょっと強めの赤みを抑える色をちょっと乗っけて、ここからはブリーチされているところに関しては透明感もすでに出そうな感じの雰囲気なので、はい、ね、根元の方やっぱりウェットで、ね、塗ることによって、根元のぼかしというのが通常よりできますから、根も気になりづらいということがあります。はい、あとハケをいつも言って寝かしていただければ、根元の方が自然につながってくれますので、伸びてきた時のプリング具合も あんまりわからないのでいいと思います。はい、ちょっと黒染めの濃い部分はパレットを使って薬を溜めていきながらやっていただいた方がいいかなと思うので、ちょっと薬剤を溜めながらですね、まあブリーチまでいかないですけど、で難しいのが今度染料の色味ですよね。で、まあ、もうちょっと時間を置いていくんですけど、このベースに対して、この今の色ですね、この色足す今回使用するカラーイコール仕上がりってイメージになりますから、ブリーチの場合ってもともとがもう結構黄色くなってる状況なんで、ある程度決めた色がそのまま仕上がりとなっててるんですけど、今はやっぱりこのブラウンが残ってるってことで、このブラウンを計算した上で、じゃあ何が必要なのか、ここですね。で、仕上がりのイメージって感じになりますから、中途半端になんかいろいろ入れちゃうと暗くなって仕上がっちゃうってこともあるので、シンプルに考えていく方が結構うまくいったりします。顔は大丈夫ですよね。はい。根元の方が、こちら、A ミックス。をこちらアルカリキャンセルのコレストのアルカリキャンセル 2% のこちらを2倍オキシ2倍で A ミックスを溶いてます。それに対してちょっと多めなんですけど、モモンガトリートメント、こちらモモンガのトリートメントですね。パッケージちょっと新しくなったんですけど、このモモンガトリートメント10杯入れております。それ と、これからシャンプー台で毛先やるんですけど、3対1なんですが、クリア剤が3、それから、スモークが1、スローカラーですね、クリア剤3、スモークが1、それに対して等倍ですが、すみません、等倍でアルカリキャンセルの 2% のものを
等倍で入れております。それに対して全体量に対して、こちら 10%。 タオルドライして水分を取ってからやっていきます。こちらスモークとクリア剤のやつですね。これを全体につけていきます。これで毛先の方を、塗布しました。でコーミングしながらちょっとねお水つけた方があのより浸透率が上がりますので、少し水かけて全体になじませていくような感じでやっていくと、あの非常に塗りやすいということですね。まあ、結構スタッフを抱えてるサロンさんとかだと、まあ、シャンプー台でやる必要もないんですけれども、結構一人サロンの方もいらっしゃるので、一人サロンの場合はやっぱ効率良くないとたくさんのお客様担当できませんので、結構シャンプー台をうまく活用することによって、スムーズな手術が可能になります。そういうことですね。それであればちょっとこっちにしますね。で、この状態に今度根元に、先ほどの A ミックスですね、はい、これ、桃が混ぜてます。この桃が混ぜてるのを塗っていきます。ラップすると根も菌になっちゃう可能性がありますので、このまま自然放置させていただいて、それから流していきたいと思っております。もともとはもう前のお店はすごいモロッコみたいな感じしたんですけど、そこからもうちょっとヨーロッパに寄ったテイストでここにして、いや次はなんか鎌倉作れるとこにしたいんです。鎌倉の中で今夢があって、鎌倉の中で占いしたいんですよ。冬だけ、北海道限定じゃないですか。はい、だってそんな美術世界中なくないですよ。終わったらその物件を探してるんだけど、今って新しい物件で雪溶かすようになってるんですよね。ああ、で浪費ですか。そう、ちょうどこう出る、そうだ、庭もないしさ。でも隣にいい物件あるんだけど、そこは今入ってるから、そこビアガーデンやってるんだよ。それがさ、冬になって雪積もるから、そこに鎌倉を作って、その中でろうそくで占いしたいの。いいですね。いや、なんか面白そうだよ。それが結構強くないですか。結構質問拠点とか多いので、カットラインが結構大変なことになってて、ちょっとお見せしますと、どういうことになってるかっていうと、これ見えるかな、わかりますでしょうか。これ毛先が、根元の毛量は多いんですけど、ここが薄い感じなんで、多分まとまんないですよね、ここが薄い。ということは、じゃあどうすればいいのかっていうと、まあ、毛先重さを足す。で、中間ちょっとだけ、ちょっとこの毛量を取った方が、今結構伸ばして乾かしたんでちょっとこうなってるんですけど、結構うねりとそぎ、が結構入ってる状態になってますですね。ここに溜まってますよね。今これ持ってるパネルが、ここに重さが溜まってると思うんですけど、まあ、極端にこうちょっとなってますよね。で、これを、均一化まずさせる必要があるので、まず軽く均一化させて、毛先の量の存在で綺麗な A ラインに持っていきたいので、 A ラインにするために先っちょはちょっと切らせてもらいますけど、でそれが終わったら最後アイロンでちょっと色調節とかしていきたいなと、思います。はい、ここの本数をちょっと近くした方が、極端に今ここからこうってなりすぎちゃってるんで、はい、ここを逆毛立てた状態で T4 セリングでちょっと取ります。まあ、これがそぎ率高いやつやっちゃうとちょっと危険なんでやめてください。で、これで中間の重さを取ることによって、じゃあどうなるかっていうと、まあ、均一化できるんですよ、こういうふうにね。そうしていくと A ラインが綺麗になっていくので、あと毛先の重さ出してあげれば大丈夫なので、そこをちょっと今日は調節したいと思います。あと表面の方はあんまりやらないでください。ここに短い毛できちゃうと後々大変なんで、少しこうやると中のね、そいだ後のかけてくると思うんですけど、これがそぎの後ですね。で、ここを少し取ってあげることによって、毛先の量が一切取らないようにして、ここも結構いってますね。はい、もうちょっと量を調節しましょう。少しですね、根元の方はあんまり攻めないようにして、ここはちょっとこんだけ攻めるしかない状況に今はなってますので、バック、これもこう分かりますかね、この量、ここのここですね、ここで溜まってますよね、これが溜まりなんですよ。で、
これ普通に削いでいくとここどんどん毛先いっちゃいますから、ここにバックホーム入れて、ここを T4 でちょっと取ります。そうすることによって、A ラインが作れます。ここですね、このたまりですね、ここのたまり。毛先は切ってないですよね。なんで根元と毛先の量を一体化させないと綺麗なバランスが取れませんから、そこをちょっと今日はやっていきたいと思います。本人はね、何されたか全然覚えてないっていう感じですからね。いいキャラクターですね。ここちょっと撮ってますね。何されたかは何でもハイハイ言ってて恋愛入れますね。はい、はい、お願いします。マジっすか。はい、入れます。はい、お願いします。それをずっと言ってます。はい、ちょっとであちこちいろんなところでよくマジウケる。入れますね。そうですね、そうなるとこういう状況に。まあね、エクステつけたつけてエクステに合わせて削いだっていうのも多少あるとは思いますけど、バランスが悪いので、それを直してきてるためですね。はい、かなりね、最後仕上がりかなり変わると思うので、そこの部分を直していけたらいいかなと思っております。彼女の場合は、やっぱり少し毛先に重さがあった方が、輪郭的にも似合うと思うので、上が重さあるよりは下があった方が、似合うと思います。で、ここもちょっと取っていきますね。はい。こんな感じに縦すらで、はい、ここがちょっと、ここはこの毛先はも取らないでください。ここですね、この部分です。今移行させましたよね。この移行させた削ぎのところだけを取っていくという感じです。で、多分この耳の後ろの重さ結構攻めちゃったと思うんで、ここも、同様にですね、はい、溜まってますよね。この部分だけを取ります。それでなるべく根元と毛先の量を一体化させて A ラインを作っていくという感じですね。で、ここもバックもこの毛量がちょっと、はい、バランス悪いんで、まあ、完全に今ね、同じ量にしちゃうともう根元からバツバツ飛ばない雨になっちゃうんで、それは無理ですから、なんとなく合えばいいかなと思っております。はい、ここは、ちょっと申し訳ないですけど、多分彼女の場合、結構ここにシャギ入れない方が似合うかなと思うんですよ。かっこいい感じの方が、なんかそれで何かっていうと、こっちの方に段を入れるスタイル、こっちの方にこう軽さを張るスタイルってなんかこのバサバサしちゃうんでむしろここが長い感じの、こっちをキュッて締まったスタイルの重さがあるやつの方が似合うと思うんで、ここを切っちゃいます、はい、で前の方の長さは残した状態で、ここの前のズレがない状態にしていきます、はい、でそれを切る時のポイントなんですけれども、ですね、下を向いてる状態、例えばスマホをいじってる状態で切った時に、まあ、これ前も言ってますけど、はい、この状態でカットしました。そうすると上がりますよね。ということはここにシャギーが入るわけです、それだけで。ということは少し上を向いてもらった状態で、ここをですね、このブランコで切っていくんですけど、はい、ちょっと今パツって切ってますけど、この重さが必要ですから、そうするとここが重くなりますよね。これで重く見えるんですよね。なので今この状況を、いかに重く見せるかってなると、やっぱこういうカット法になりますから、こっちを長く見せる、そうすると一番重く見えますんで、そうすることによってこの A ラインがなんとか見えるんじゃないかなって感じです。で、ちょっと上を見てもらって、この状態で切らないと危険なので、この状態でキープしてもらい、ここに、はい、R シザーで少し重さを出します。これは足し算ですね、はい、で同じように同様にこちらも、はい、決めたら、はい、同じ位置に持ってきて、とりあえず1回切ったら、後でね、ある程度ライン作っちゃったら後で修正できます。はい、これでそしたら、このバックのここですね、ここを引っ張りながら切っていく、ちょっと難しいかもしれないです。このパネルを、このパネルをこっちに持ちます。いいですか。そうすると入れやすいってきますよね。このパネルをこっち、こ
このパネルをこっち側に持ってくる感じ。そしてこのパネルをこっちに持ってくる感じです。このパネルをこっち側、中のを出すって感じですね。はい、なので中のを出す、いいですか。このままこっちを出すって感じです。こいつ何言ってんだろうって感じのこのままこうしたらここ出てきますよね。これ中の毛なんですね。これをアルシザーで切っていくことによってよりこの重いスタイルが作れます。そうするとここに重いラインが作れますね。この方が彼女のライン的には似合うと思うんですよ。あまり面白い遊びはないんですけど、その方がいいです。そしてこの表面のこの今削いじゃったやつ、これをやっぱりフラッティングで取る必要がありますから、ここでフラッティングでちょっとここはもう表面に取るしかないので、ちょっと表面のところはもうしょうがないので取っちゃいます。普段はあんまり表面こう入れないですけどね。ここに結構厄介な毛が多いんで、こうちょっと逆毛立てながら切るような感じかなと思います。はい、あんまり取れない場合はこの横の側面を取っていくっていうのも一つですね。こうしてこれでも表面取れるので、その方がやりやすい方はそうしてください。こうするかこうですね。結構ねこの表面のこのラインから出ちゃってるんで、それを取った方がより綺麗かなと思います。ちょっとこれ今取れないので、本来はこっちコンベックスで切るんですけど、コンケープで入れてます。ちょっと取れないんでね、しょうがないですね。この前髪をちょっと切っていくんですけど、あんま短くない方がいいかなと思うので、これは R2 セニングでカットしていきます。こうそうです。テールでいろいろ。前髪もそうなんだ。短いの。薄めの方がもうちょい幅広くてもいいのかなって感じがします。今ちょっと幅ちょっと広めましたけど、ここがあればいいんだ。で、彼女の場合ここをシェイプした方が絶対似合うんで、まあこれも小顔バンドの作り方ですけど、ただもうそぎが結構ここ入っちゃってるんで、T4 セニングのそぎなしで。バックコームですね、反対側に移行させてここを、ダイバルで取っていく。これをやることによってちょっと今見せますけれども、何ができるのかっていうと、ちょっと高度かもしれないですけどね、このこめかみのところをとにかくタイトにしたいんですね。その方が彼女似合うんですよと僕は思ってるので、これを反対側にサイドチェンジさせた状態でちょっと今やりますね。はい、そうすることによって、彼女のここがタイトになる。ここがすごくシュッてこうなってます。こっち側に顔に沿うようにこうシュッとなってくるんですね、これでね。で、こっちもちょっとやりますね。ここを切るとこの顔に当たるところの毛をフラットにすることによって、奥行きが出せるんですよね。顔が締まって後ろが顔の方締まって後ろにこう広がるような締まった感じ、日本人独特の四角い感じのこの頭の骨格をカバーできるので、ちょっとここを狭くした方が、こういう風に狭くした方が可愛く見えます。これ今やったんですけど、これで結構変わったと思います。ちょっとブランド感が欲しいですね。ちょっと全部軽すぎちゃうんで、この辺もちょっと引き出して毛先に足し算ですね。巻いた時にやっぱ重さがあった方が結構良かったりするので足し算をしていきます。
これ綺麗にあのこの辺レイヤーつなげちゃうとスッカスカになっちゃうんで、もう余計なことしないで、下に落ちたところでもう重さを足すぐらいにして、髪の毛が治ってきたら今度レイヤーを入れていくっていう感じの方がはいいかなと思います。今はちょっとそういう状況ではないので、とりあえずは状況を最大限に良くしていくっていうような感じですね。で、モモンガのトリートメント、アイロン入れた方が持ちがいいのでここでアイロン入れます。で、効率がいいのはブローしながらやった方がいいので、で、毛先の方グラデーションでちょっと時間長めにするとここは明るくなるので、それでちょっとやっていきます。今ちょっと時間があんまないので、この辺はとりあえず表面の方だけフィルメッシュでつなぎます。ここはとりあえずちょっとかぶっちゃうので毛先だけちょっとやっていきますね。どうしてもここツートンになっちゃってるんで、今日ブリーチしてないですから、ここから多分 2,3 回のブリーチ、ここはブリーチしてないっていうところなんで、ここのつなぎ目って通常のカラーじゃつながんないんですよっていうところで、フィルメッシュのことを使うことによって、フィルメッシュでここをつなげるってことですね。はい、でこのまま思いっきり同じような力でやっちゃうとこのツートンになっちゃうんで、この中間まで頑張って毛先は、表面の方の毛先はちょっと逃がすって感じにしていくと、こういう状態でもつながります。これでつながりましたね。そしたらここからメッシュがこうつながって毛先に行くっていう感じになりますから、まあブリーチしなくてもとりあえずは回避できるという感じですね。いやでもなんかメッシュっぽくなってるのは分かります。分かります。はい、そうそうそう、このブリーチをうまく利用しながらスモークの色をちょっと出していく感じです。私アイロンの前と後で全然違うんですね。そうそうそう、デザインとしてデザインを作るんですね、ここでね。結構違うでしょ。全然違う。こんな感じになります。あんま見えてないですよね。